それは両者共通して主体性を持つということ、そして店名地名画名を明確にすることが大事です。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。40代50代と相性の悪いゾロ目についてお話しします。あなたはあなたが生まれた誕生日、その年や月や日、それらの数字にどんな意味があるんだろうと考えたことがありますか？そしてあなたの誕生日、その誕生日がゾロ目で現れた時にどんな気持ちになるでしょうか？そんな経験ありますか？誕生日というのは神様がその日を選んであなたをこの世に送り出した日です。あなたが自分で生まれてきた、そういうわけではなく、お母さんが産んだ日ではあるんですが、お母さんがその日を選んで産んだではなく、たとえ帝王切開であったとしても、それは神様が選んでその日に生まれるように仕組まれています。ですからその生まれた日、その年や月や日にはあなたに必要な大切な神様からのメッセージがあり、そして年を取るごとに10代20代30代40代50代と、その年齢の時にもその年齢に合った数玉、その年齢に合った神様からのメッセージがあるんです。ですから今日は40代と50代、この人生の中で大事な年代である、この年代の中で神様からのメッセージとして、大事にすべきゾロ目、注意すべきゾロ目ということをお伝えしていきたいと思います。あなたがもし相性の悪いゾロ目を知らずに生活していて、そのゾロ目を目にしていたとします。するとそのゾロ目に込められた大事な警告を受け取ることができない、気づけないということになり、する必要のない人生における苦労や問題、難題、もしくは健康の被害、様々なネガティブを受けてしまうことになりかねません。その状態になるとさらに負のエネルギーを引き寄せてしまうので、さらにまた大きな失敗や逆風を受けるんです。また今特に精神的な部分での価値観というものが大事になっている風の時代にあって、物質的なものばかりに目がいったら、この時代の流れやエネルギーに逆らうことになりますので、ゾロ目を見た意味というものが無視してはいけないものだということを知らなければいけないんです。私たちは年齢を重ねるごとに生き方や価値観は変わっていきます。それは当然なんです。そのように神様は仕組まれていますから、逆に変わらないのは良くないんです。必要な成長進化ですから。すると特に40代50代というのは主体性を確立する、見えない気の領域、見えない精神的な領域を大事にすることが必要な期間になります。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは40代50代における相性の悪いゾロ目を知ることになります。するとそのゾロ目を目にした時に、どのようにそれを受け止めて、それを人生のポジティブな方向に使っていくのか、そのための理解を得ることができます。これからあなたは40代50代としての大事なタイミングでのゾロ目を見るはずです。その時に、そのゾロ目を見た時にどうするのかが、あなたの人生を大きく分けていきます。プラスに進むのか、マイナスに進むのか、ポジティブに生きることができるのか、ネガティブになっていくのか、その境を分けるような話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。40代50代で気をつけるべきこと、先ほども言いましたが、40代50代は人生においてめちゃめちゃ大事な期間です。そんな大事な期間だからこそ、年代別に相性の悪いゾロ目も存在します。そもそも40代50代で何が大事なのか、それをまずお話ししましょう。では40代で大事なこと、それは物質的な価値観偏重主義からの脱却。物ばかり、結果ばかり、お金ばかり、地位や名誉ばかり、そのような物質中心主義から脱却する必要があります。見えない領域を意識しないで、物質的な成果ばかり、それを見ている、追っている、そのような状態は40代というエネルギーに逆行しますので、良くないんです。良くない流れを引き寄せてしまいます。そして50代で必要なことは、自分軸を確固とさせること、よりこの人生の後半に入って自分軸をしっかりと持つこと、これが大事です。ぶれない自分軸、それが大事です。そして40代50代に共通して言えるのは、主体性を持つこと、自分が主体であること、自分が責任者であり、全てにおいて自分が責任を取ろうとすること、それがすごく大事な期間ということになります。そのためにも40代50代は店名地名画名を明確にすることが絶対必須なんです。
もしそれができてなかったとしたら、それに対する注意警告のメッセージとしてゾロ目が現れたりします。40代50代と相性の悪いゾロ目、まず共通して40代50代でこのゾロ目を見たらこう考えてください。そのゾロ目は555、もしくは5が何個重なってもいいんですけども、5が3つ以上だったら主体性を思い出せというメッセージです。自分は主体的なんだろうか、自分は何かに依存してないだろうか、それを考えてください。これはめちゃくちゃ大事です。そして40代の人、40代のあなたに大事なゾロ目、40代だからこそこの4の数玉は重要になります。ですから4をゾロ目で見る、その意味を知ってください。4をゾロ目で見た時に物質的な結果には恵まれるが、その結果に対して自分向きのベクトルで解釈を持つと悪い方向にエネルギーが向かってしまい、ネガティブなことが起こります。どんどん雪崩のように起こりますので、絶対にそのようなことにならない警告が来たと感じてください。ですからまずは444とかを見た時には、あなたは見えない部分でいろんなことに支えられていることを思い返してください。あなたがこの世に生まれてきたのも、神様がお作りになられた、神様が期待を持って生み出されて、自分は命を預かっている、その感謝をしっかりと持ってください。あなたが食べたり飲んだりしているのも、全部自分で作ったり飲んだり汲んできたりしているわけではないはずです。だからこそあなたは全てにおいて支えられているという感謝を持ち、物質的なことばかりに今目が行き過ぎてるんじゃないかと反省すれば、その4のゾロ目の警告をうまく活かすことができます。50代の人と相性の悪いゾロ目、それは6の数玉、6のゾロ目に要注意です。6というのは気の領域とつながる弥勒数という369というこの数、その中でも6というのは結びであり理想の追求という数玉なので、気の領域としての強いエネルギーを持ちます。666の数字を見た時によく不吉だとか言われますけれども、それは不吉ではなく大事なメッセージと理解してください。そしてその時には自分の理想を見直すタイミング、見直さないとやばいと考えてください。自分軸を確立することが大事なこの50代は、自分軸がブレていることによって理想がブレる、どこに進んでいるのかがわからなくなる、自分がどこにいるのかわからなくなる、そんな状況になりやすいです。だからこそその時には自分自身を見直す、自分自身が向かっている理想を見直し、自分軸とブレていないのか、それを考えなさいというメッセージとして現れていますので、謙虚に自分を見直す、これをやってください。そうすれば666のゾロ目を見たことが大きく未来に発展した結果につながっていきます。ですから見たことがいい悪いでなく、見たことを無視したり反対な行動にしてしまうのが問題ですので、常に謙虚に自分を見直す、それができれば大丈夫です。では今日の話をまとめましょう。この宇宙は13元律という、一二三四いつむゆ七やここのたりももちよろずという13の数玉で、全てが動き、全てが進化発展していき、最終極まり完成し、その後収束していき、消え、また生まれ進化発展していくという巡りをしています。その中でその数玉を見るということは、あなたにとって必要なメッセージとして、工事の存在である神様、守護神様、守護霊様、祖先神様から降ろされている、それがあなたが見る数玉、しかもそれはゾロ目の場合、その強調より強いメッセージだということなんです。そして一人一人は大事な数玉を持っていて、その数玉は誕生日にもあり、生まれ生きた年数、つまり年代にもその数玉のエネルギーが宿っていますので、あなたが40代なのか50代なのか、それとも60代なのか、それによって神様からのご期待や成長進化発展のいるプロセスが違ってきます。つまりあなたのもともと持っている数玉に合わせて、あなたがプロセス上にある数玉とちゃんと認識することが重要ということで、今日はお伝えしました。そういった意味で、特にこの人生の中で大事なタイミングにある40代50代、そのあなたに向けて40代50代で大事にすべきこと、そして相性の悪いゾロ目についてお話ししました。まず大事な40代50代で気をつけるべきこと、それは両者共通して主体性を持つということ、そして天命地命画名を明確にすることが大事です。その上で40代に大事なこと、それは物質価値偏重主義からの脱却、
見えない領域を意識し、それを大事にすること、これが重要です。そして50代で大事なこと、それは自分軸の確立。自分がどこに向かっているのか、向かいたいのか、今自分がどこにいるのか、そのためにも今の自分軸を明確にする、これが大事になります。そして40代50代と相性の悪いゾロ目、相性の悪いというのはあなたにとって必要な警告のメッセージとして現れるので、そのゾロ目を見た時には何かを改善しなければいけないというふうに捉えてください。そういった意味でどちらにも共通するのが5のゾロ目、その場合は主体性を思い出せというメッセージであり、自分は主体的なんだろうか、何かに依存してないだろうか考えてくださいということでお伝えしました。そして40代のあなたが注意すべきゾロ目、それは4のゾロ目。4のゾロ目を見た時には、全てにおいて見えない領域で自分は支えられている、命があることも自分の力ではないということを思い出して、全てに感謝する。そして物質的なものは与えられているものであって、それがあるから幸せ、ないから不幸せ、そのような感覚ではなく、あるだけがありがたい、その上で主体的に未来をどうしようか、もっと物質的に必要なものがあるんであれば、それを得るために何をしたらいいのか、それを考えて見えない領域に思いを馳せながら自分がやるべきことをやる、それしか解決策はないということを覚えておいてください。そして50代注意すべきゾロ目、それは6のゾロ目。6というのは気の領域につながる大事な数で、6のゾロ目を見た時にはあなたの理想を見直すタイミングだというふうに捉えてください。自分自身を見直し、自分軸がブレていないだろうか、今正しく理想に向かえているだろうか、謙虚に自分を見つめ直すと、その6の数玉の意味がプラスに転じていきます。40代50代で注意すべきゾロ目についてお伝えしましたが、ゾロ目を見たことがいいとか悪いとかではなく、その見た意味をちゃんと理解した上で警告として改善に向かうのか、それとも応援として感謝して受け取るのか、その違いですので、基本的にはその見た時には自分を顧みるということが必要になります。まず謙虚に自分を見つめ直した時に改善していくことができれば、必ずあなたの人生はより前向きな充実度の高いものになっていきますので、ぜひそのような日々向上できるような暮らしをするあなたになってください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、このチャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。今予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、店名、地名、画名についての大事な情報を配信していきますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。今予言天狗と友達になっていただいた方には素敵なプレゼント、5つ特典を渡してますので、ぜひゲットしてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。以前に玄米の炊き方についてお伝えしました。拝み洗いをして48時間つける。そうするとうまくいけば発芽玄米になります。そして発芽玄米になって炊いた後のことをちょっとお伝えしたいと思います。炊いた後、炊飯ジャーの中に白米だったら入れておくとカピカピになると思います。でも玄米の場合はならないんですね。置いておくと発酵していきます。ジャーの中に入れて置いておくと発酵玄米になっていき、さらに酵素玄米になっていきます。ですから長く置いても大丈夫なので、多めに炊いてずっと置いておきながらちょっとずつ食べていくっていうことがおすすめです。ただちょっとジャーの能力によっては熱すぎてカピカピになるということもあるのかもしれませんが、まあ僕はそれは経験ないんですけれども、でも長く置いておいても同じジャーでも白米は本当にカピカピになりますが、玄米はいつまで経ってもより柔らかくなって旨味も出ていきます。さすが完全栄養食だなと感心する次第です。ぜひ玄米を発芽させて炊いて、ちょっとずつ食べながら発酵玄米、酵素玄米にしてみてください。結構楽しめるし、いい玄米を買って、もし多少値段が高くても、他のおかずとかもあまりいりませんので、結果的には家計にも助かります。ぜひやってみてください。ということで、ではまた。